本日はスイングエクササイズにバリエーションを出す方法を紹介させていただきます。どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日は以前紹介したスイングエクササイズにバリエーションを加えて行う運動を一つ紹介させていただきます。バリエーションというのは肩あぐらであったり横座りであったりあぐらであったり長座りでスイングエクササイズを行うことを指します。その人の体の状態によってその姿勢でスイングエクササイズを行うことができないという人も中にはいると思いますので、それは全然省いてもらって構いません。運動が終わった後に座骨に乗る感じがまたかなり変わると思いますので、ぜひ楽に座りたい方は一度やってみてください。それではレッツゴー。さあ行くぞ。それではやっていきましょう。まずは楽な姿勢で座ってみて、座骨にどれぐらい体重がかかっているかを確認してみてください。ちょっと体を動かしてみたりして、座骨にどれぐらい体重がかかっているかを確認しましょう。本日はスイングエクササイズのバリエーションとして様々な姿勢でやるということを紹介させていただきます。まずは左足の肩あぐらで尻を左右に動かしてみてください。普段使っている側の座骨の方には体重をかけやすいと思うんですけれども、普段あんまり体重をかける習慣がない方にはなかなか乗りにくいので、お尻が左右に動かしにくいということがあるかなというふうに思います。肩あぐらは足がついているので足の力を使えるのでちょっとやりやすいかなというふうに思います。次は横座りです。横座りは足の力を使うことができないので骨盤を左右に動かすということにちゃんとフォーカスしてやってみてください。私はちょっと横座りがやっぱりやりにくいので、あまりうまく骨盤を左右に動かすということはなかなかできなかったですね。でも全然できなくてもいいのでやってみるということで体の可能性が上がってくると思いますので挑戦してみてください。次はあぐらです。あぐらでお尻を左右に動かす。座骨にどれぐらい体重がかかっているかを確認していく。で足を組み替えてまたお尻を左右に動かしてみてください。ちょっと足を組み替えた方は馴染みがないので少しやりにくかった感じがありました。最後は長座です。長座でお尻を左右に動かすということをやっていきます。でいろんな姿勢を試してほしいんですけれども、体が痛いとかそういうのがあれば無理してやる必要はないので自分ができる範囲で行ってください。で終わったらまたお尻を左右に振ったりしてみて、座骨にかかる体重がどう変わったのかを確認してみてください。本日は以上になります。お疲れ様でした。頑張ったね。いかがだったでしょうか。本日はスイングエクササイズのバリエーションをいくつか紹介させていただきました。座骨でしっかり座るということが楽に座るということにつながってくると思いますので、ぜひとも意識しながら運動を行ってみてください。足がついている状態と足がついていない状態でスイングエクササイズを行うことによって体にどう反応が出たのかも確認しながらやっていただくと効果的かなというふうに思います。しっかりと座骨で動くということが非常に重要なので、そこだけは常に意識しながらやってみてください。この動画が良い、面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。今後も体のケアの方法について発信していきたいと思います。各種 SNS もやっているのでフォローお願いします。それではまた会いましょう。富士山でした。